あの人によってね、いろいろ違うんですよね。で、転換っていうのは、まあ、僕が考えてるのはこの次の足ね、こう一番嫌なのはここじゃなくて来る。だからいなくなって死角で自分が安定してるって、そういうのが大事で、こうやってやってたらやられちゃうんだから、だからいなくなってこう安定してる、次何でもできますよ、次準備してるって言うから、資格入ってね、彼女の資格入って次できるって、そういう感じで姿勢が大事、いろいろやり方あります。こう相手をこう詰めてきてね、でこの手を止めるっていう、そういう方法もあるね。とそれからこう僕みたいにこうあちらどうぞっていう、ね、そういう形、いろいろ形ありますけど、まあそういうことで、転換は難しいですよね。転換難しいの、これ次は彼はこれ引っ張り込んでおくバカって、ああそれ膝とかね、ああここにいたらやられちゃうんだから、だから武道だからね、武道だから、そういう学び、どういう学びがあるかっていうと、僕の気配を消して、ほら気配いや、バレてたらバレちゃうんだから、ほらやられちゃうんだからね、だからここの気配を消さなきゃいけない、これセンサーだから、彼のセンサー、こう持ってきたら このセンサーのね、センサーでこれどういうふうに出てくるか、そうどういうふうに出てくるか分かってるの、これ分かってる、そのためにこういうふうに掴んでるんじゃない、掴んでもしねこう来たら俺はここが変わってきちゃうよとか、いろいろ考えてるの、この掴んでくる手で、こうは手でわーわーってしちゃうの、だからこれバラしちゃったら、バラさないことが仕事なの、だから同じことしか言わないんだけど、同じことしか言ってないんだけど、バラしちゃったらこれやられちゃうの、武道だからバラさないの、ここで四角入っちゃったの、いつの間にかで、彼は何にも予定通りだ、置いといたら来ちゃうんだよ、予定通り置いといたら、だから予定を外さなきゃいけないの、予定を外してボカって予定が外れちゃったって彼は思ってるわけ、予定予定通りなんだけど、予定外されちゃったの、だから僕が予定外されたからね、これできるのね、そういう風に武道だからさ、ゲームと同じよ、ゲームと同じだから、まあそういう話、それでいろいろ形があって、そういうね、知らんぷりしてるの、バラさないの、ここに、彼はセンサーだから、だから気にしないので、資格もらってるの、だから彼がこれ使いたい、もしくはこっちの手使いたいときは力抜いてボガーってくるんだよね、で来るときにはこういうふうに入っちゃってるから、来ていいよ、来たときはできるのかな、ここに何でもできるって、そういうふうにやっときたいわけ、準備してだから安定してろって言ってるの、こういうふうに入ったときに安定して次のことができる、次の操作入ってきたらこれできるんだよね、でそういうふうにやりたいのね、それが学びなの。それ難しいんだけど、同じことしか言わないんだけどね、だいたいそういうこと新しくしてるからね、同じことしか言ってない、まあそういう話で、もうね、今度つかみに来たのを上と下ね、上と下、上つけちゃう、上に出たの、そしたらここにとらわれてたら上上げようと思ったらこうなっちゃうんだよ、お彼は裏切りも勝ってんだから、だけど掴みに来た瞬間だったら上上げても分かんないの、バレないようにやってんの、バレないんだよ、ほらバレないで直し投げちゃったんだよ、そういうふうにやりたいわけで、で上と下あるからじゃあみんな稽古して、今度は下に落とすのね、今度落とす、下に落とすんだけど、こうやっつけてやろうと思うと、上、例えば上で、上やっつ、こいつやっつけた、こい、やっつけらんないの、彼の方が強いに決まってんだから、俺の方が弱いに決まってる、じいちゃんだし、
年もね、彼女さ、彼体格いいよね、俺体格ついんだよね。で、10個ないのこれ、掴まれちゃってんだから。だから線の話っていうのね、線の話、掴みに来た時に関係、ここをやっつけてやろうと思ったらやっつけられないの。でも本体を やっつけれるの、こういうとこ、ほら、線でやってっから。彼が掴みに来たの、決断したの。決断してこれ手掴みに来たの。でも僕は付き合ってないの。この掴みに来た手に付き合ってないの。こうやって、それをやっつけて反発してやっつけてやろうと思ってないの。掴みに来たのを利用して、わ、こういうところ、あ、ごめん、こういうところね、こういう中心っていうかな、そういうところをこうやって見せてんだけど、これ餌みたいなもの、釣りの時に餌使うよね、間違えするよね、そういう見せる餌なの、餌にパクンって食いついた時にはつけてんの、そういうふうにやった方がいいの、やるのが上手なの、だからパクンって、いい餌だ、おいしいよって。俺が強かったら彼は来ないの。でも、あ、弱い、この手弱い。やっつけれると思ってるの、彼はね。だから取りに来たの。だからこの手はなるべく弱い方がいい。そして、持ちやすい手にしとくの。持ちやすい。持ちづらい手だったら来ないんだから。だから持ちやすい手にした時には、ポンって、これ中心もらって、四角が。で、今上やったのね。今度下の時は、起きた時に、お尻の下、ここが一番弱いの。だからどうするかというと、こう入ってきて、ここに落とす。下に、バクンって来た時に下に落とす。ただこれしかやってないんだよ。下。気にしてたら、掴まれちゃうの。あーっと掴まれて次が来ちゃうの。あっ、ね、引っ張り込まれて、こう、次が来ちゃう。だから、引っ張り込まれないの。そして落とすの。で、線なの。線に入ってるの。線に、決断したときも、後ろに入ってる。それで下に落とす。真ん中。まあ、こうやっちゃったらダメだよ。真ん中ね。自分が安定してる。そして、後ろ入って下に落とす。ただこれだけ。ただこれだけ。上と下あるから、ね、いや下ね、上と下ってのは一番難しいの。あの、上と下しかないから。だから横っていうのはあるんだけど、上と下が一番基本ね。で、あの、取りに来たのは、四角に入って上か下。で、最初のうちは、線だ、まあ、合気道線だとか言ってんだけど、こう、決断、彼が決断して取りに、こう決断してさ、こう言ってから決断してさ、それから取りに行くんだよね。それ難しいの、すごく。これ、極意なの。だから、すごい難しいの。だから難しいから、最初持たせて、で、本当、待ってれば来ちゃうの。バーカー来ちゃうんだけど、待っててね、言ってから何かやってんの。それじゃないと形覚えないから。初めから線はできないよ。さ、初めから、俺どうしようかって思っちゃうんだから、できないの普通はね。うまい人はできるけど、うまくないんだから。だから線でもらってるのが味噌なの。だからそのもらうために稽古してるんでしょ。だから最初からはできないの。最初から無理なの線でもらうのは。だからそういう時は持たせて、それから転換して、で、いい位置来て、絶対来ないよって、これね、来ないよって。で、待ってりゃ来るのね。待ってるの。だけど、彼は待っててくれてんの。受け身の立場だから。こうやってやった時に待っててくれてんの。それから、下げて、落としてんの。そう。彼は、本当だったら、やられちゃうんだけど、合気道の稽古だから、できるの。待っててくれるからね、受け身の人が待っててくれる。そういう稽古をしたいの。で、最初のうちは、だから、うまくなれば、線だからね、こう、来た時に、こう、もらってから、こう、こうやって、できるのかもしれないんだけど、それはできないから、最初は待っててもらって、待っててね、それから、四
下腹入りました、それから落としました、そういうふうにやってるでしょ。そういうふうにもう考えてほしいわけで、四方投げっていう形があるの。四方投げっていうのはまっすぐ、この正中線、正中線で四角、こうね、こっちの手やだから、ここにここに帰ってきちゃうのね。だからこの来ない位置にこういうふうに入ってきて、ちょっと来ないよね、来ない。でも当たってもそんなに来ない。で四角もらって、四角、それでまっすぐ上げて、それで回ってこういうふうに折りたたんでまっすぐね。これが表って形で、四方投げ、これ手本当は来るんだよ、本当は終わっちゃったら来るんだよ、でも待っててくれてるからこういうふうに入ってまっすぐ入る。でこれは表の形、表に入ったからね。今度は裏の形、裏は裏に入るの、後ろお尻の方に。そしてまっすぐこういうふうにちょっと待ってくれるから、そういうのが四方投げの形、四方投げの形を使って稽古をやりましょうって話ね。表と裏、こう裏は裏に入って待ってれば来るんだけど、来る前になるべく早く自分のまっすぐ安定して四角もらう、それからいろんなそういうなんていうのが学びってのはたくさんあるんだけど、そのうちの一つ一つね、できるように少しずつやっていくっていう。塩投げっていうのはね、こう来たよね、資格もらったので、彼の資格で気にしないで、まあ、彼はあちらへどうぞ、鏡の方ね、あちらへどうぞ、で僕もあちらの方にどうぞで彼を、まあ、導いてるって言ったらおかしいけど、あちらにどうぞなの。あ、だ彼ここ取りに来たんだよね。で彼はここ中心取って、なんかボカってこの手使いたいの、だからここに来るのね、ここで、であちらにどうぞなの、あちらで鏡の方なの。彼もあっちの行っちゃったの、僕のここがずれちゃったからこう行っちゃったので、僕は安定してる。でお互いにあちらどうぞなの、それから技、自由に技っていう形ね、そういう形だから。でこの四方投げの形いろいろあるんだけど、場所が離れてくるとこういう四方投げを基本として形、基本な形だから、四方投げ四角入りました、それからこういうふうにあちらへどうぞやりました、それからこうできましたっていう形だけど、これがこういうふうにこういうふうに来るとお手伝い、こうやって四方投げでこうやってあちらどうぞ、こうやって、ね、じゃこちらに足ついてくる、足この足、自分の足ね、自分の足をこうついてくると、こう指投げって形、こういう指投げって形で、要は四方投げなんだけど、同じ技なんだけど名前が違うの、難しいんだけど、こうやってこっち入ったら入り投げなの、入り投げこうやって落とす、おばあちゃん、これ上げて下げた、こういう感じね、で右に上げたのか、こうやって後ろ入った、後ろ入った、さっきはこう塩投げやったので、これこの手、この手こう回らないでこうそのまま下げてきたの、そしたら塩なんだ、小手返しなので技の形、技の名前が違うのっていう形ですね。だからいろんな稽古をやって、いろんな場所いろんな場所を使っていろんなこと四方投げ、こう指投げね、こう指投げで、いろいろいろんなとこさばいて、いろんなことやってみて、いろんな相手がその待っててくれるから、待っててくれるから、でこっち行ってみよう、あっち行ってみよう、こっち下がってみよう、こっち出てみよう、こっち入ってこよう、いろんなことできるの。バトルじゃできないんだよね、バトル。喧嘩してたらできない。いや入る前にやられちゃうのか、あ、そう、やられちゃうんだから。だから入るのどうやったら入れるの？
そういうことを考える余裕が待っててくれるから、待っててくれる、やらないで待っててくれるからできるの。そういう形で、でいろいろ待っててもらって、待っててもらわないで、そのだんだん待たないでもできるように、だんだんと待っててくれてるのはすごく嫌じゃない。だから待たないでもできるように、線で来たら線でもらって猫をやりたいって、そういう話だよね。待ってて、ああ待っててってんじゃなくて、待たないでやる、そういうだんだん練習を重ねて、そういうふうにやっておる、そういう形で、いろいろ今の形、いろんなことをさばいてみて、塩投げの外側に入る転換、なんかそういう今やってみましょう。受ける人がちょっと待ってくれるからね、いいんだけどね、例えば内側に入るのね、こうやって入ったらこの手空いてるでしょ、ボカってきちゃうの、膝もきちゃうの、この手を殺すために、この膝を殺すためには、じゃあどうしなきゃいけない、こう戻っちゃったら、戻っちゃったら腰回ってきて、ボカってやられちゃうの、この肘、だからこの手を殺すために、じゃあどうしましょうかって言ったら、外に出してんの、出してて、ほら、ただ回ってきた時に、回ってこの手使おうと思って回ってくるんだよね、必ずね、回ってきた時に出してるから、回ってきた時には落としてるって、そういう風にやりたいわけ。それで彼の片手を殺してるわけ。これもう全然待っててくれるからといってさ、終わっちゃったらやられちゃってんだから、やられちゃって当て身入れて、当て身入れたら大丈夫ですよって、で殺してればいいの彼をね。でも殺してこっち入ろうと思った瞬間にやられちゃった、ダメなんだよ。だから常にこの片手を殺すために、この手をこういうふうに出す、手が腰が回ってくる前に落としてるって、それが大事なの。そういうことを学んでほしいわけ、いろいろなことやって、楽しいからいいんだけどね。でもそうじゃないと、こうやって待っててさ、こうやってやってたら、こうなんサービス受け身になっちゃうの彼で、サービス受け皆さんと思ってんだやっぱりね、彼ね、多分ね、本当はだから崩したいの、崩しておく、ほら崩しておきたいの、これ伸ばしてなかったら、ほら回ってきちゃうんだから、やられちゃうんだから、これ伸ばしてるから、こう、ほら来ないので、来ない位置に自分がいると、この手が使いたいんだから、この手を使いたい、膝を使いたい、反撃したい、そこにたらやられちゃうんだ、だからやられない、だからこっち見てろって言ったの、こうやってこの手でね、この手を防いでるって形で、足止めてんの、いい位置来てんの、あんまり来ちゃったらやられちゃう、こうやって足取られてやられちゃうの、取られないように、こうやってだからできるってな、そういう学びがあるわけ。だからいろいろね、じゃあちょっと内側みんな楽しくてやってたんだけど、ちょっとみんな見てるとさ、こっちの手考えないでこうやってやってから、この手考えてちょっとやってみよう、ちょっとね、ちょっとやってみましょう、どうぞ、はい、じゃあ次やりますよ、はい、次やりましょう。難しいですよ、いずれにしたってね、このなんで一つ一つの技にそういう学ぶべきことがいろいろあるわけ。だからこう来た時にこう、ね、転換して、こう彼を向こうへどうぞってやったのと同じ、こっち側に来た時はこっち側、ね、こっち側にどうぞってやってるから、おへそが向こう向いて、このおへそがこっち側向いてたら、この手効くの、この膝も効くの。でも おへそが向こう向いてるから入れるっていう、そういう形ね、おい、この手効かなくなって殺してんの、これがこういうふうに来たらやられちゃうんだから、だからそういう話だから、この手を使ってこの膝を止める、膝ね、なのね、この手を使って膝を止める、このパンチを止める、この手を使って、それから使いながらパンチを止めながら、こうやって下に落としてくればなるとか、そういう形ね。それから外に出てパンチ、膝とか
来るのをこれで止めながらこうやって来ればさっきと同じ形になるよね。でちょっと外側こう内側入るのはもう楽しいけど、こうやって難しい。これを出すことによってこれをこっち向けたいの。これを出すことによってね、こういうふうに。でこうの瞬間だったら彼は向こう向いてっからこっち入って、この瞬間いいよ、こうに入れるっていうか形ね。でこれも同じ、これも転換してもいい。転換して振り返ってくる瞬間にパッてこの左手とか左膝、あ右膝か、右手、この手でこの手を防ぎながらこういうふうに入ってきて、あんまり近づいちゃうとやられちゃうからやらないぐらいで持ち帰ってこう出てきちゃうとかね。まあそれは自分で考えててやるしかないんだけど、まあそういう話だから、今度は外にこういうこの手を使って、この手足これを止めてこうやって、そして出てきちゃう。そうするといいよね。こう内側に入るんじゃなくて、内側に入ったのは難しいから、こうやって内側に入るのは難しいから、だからこういうふうに入ってそういう形ね。じゃあちょっと外に出るね。難しいよね。難しいから面白いのね。ダーツ界のね、いろんなやることあるでしょ。だから全然終点が見えないのね。だから何十年やってもダメなの。だから死ぬまで一緒やってんだよね。まあいいや。それこうやばいのね。やばいの。だこう止めた。で止めたんだけど。足とか場所とか自由じゃん。でこっちからこういうふうに入ってたら一挙なんだよ。一挙なんだよ。分かる？これと最初は止める目的でこう来たんだけど、こう来た時にこうね、こういうふうに止めて足が入ってくると一挙の形になるので、こうね、こう足来るのはこういうふうに止めて、それでこう来た。そうすると同じ形なんだけど、同じさっきこう来たの、離れてきたんだけど、これが近づいてくると引くのかと。この手がほら来るね、来るの。だからここテンションかけてこうにほらかからないように、このパンチが効かないようにもらっちゃうといけないからね。だからこのテンションをかけてほらこれね、来るの。だからテンションをかけて場所もらって、そしてこういうふうに出してくる。そうすると一気の形。これ何の違い？場所が違うだけなの。やってることは同じなの。全部同じ。やってることは場所の違いだけ。で、一気の結構やりましょうっていう話ね。で、三挙はこうに来て、三挙こっちから入れば、この肘がこの内側から入れば一挙の形。こっちから入れば三挙の形。こういう形。さっきやったのはこうに来て三挙の形が割と楽。この手でこう止めたらね、この手、肘、そしてこういうふうに落としてくれば三挙の形でしょ。でこれがこう来てこっちから入ってこういうふうに来たら一挙の形。裏の形になってたけど、頭の方に入れば三挙の形。甘いってこう三挙の形。やばいってこうに入れば一挙の形だよね。形はだから場所によって違うって話。やってることは同じ感覚でやってんの。同じ感覚でやった方がいいの。一挙は一挙の形、こうだなあだなって やらないで同じなの。一挙だから小手返しも同じ、指導内容も同じ、全部同じで、たまたま場所が一挙の形になれたから一挙の形になった。そういうふうにやってほしいんですね。まあじゃあやりましょう。じゃあ一挙。ちょっと見て、こうでしょ。
この手、この一挙の時ってさ、みんなこの肘をこういうふうにやっちゃうの。これなんでこういうふうにやっちゃうのかなって思ってるのね。で、僕もそうしたんですよ。この手止めたいの。だから押してないの、この手。この手を止めたいだけなの。ほら、止めたいだけなの。で、自分がこの肘押していかないで、押していかないで。こういうふうに入ったの、場所を奪うの。こういうふうに。押してないよね、ここはね。こうやって押してないよね。みんな一挙の形だと押しちゃうのか、ったく。押しちゃダメなんだよ。押さないのがコツなんだよ。手を、だから最初に手を止めなさいって、こういうふうに止めなさいって言ったの。それで場所もらうの。場所もらうの。場所もらうの。手を押してないよ、押してないよ。そういう形なの。だから、うまくやって。そうそう。みんな手を押しちゃうから。一挙の形の一挙のイメージが、そういう手を押す形にイメージが染みついちゃってんの。でも手なんか誰も押してないんだよ。みんな一挙、こうやって一挙の形。こう押してんの、イメージが形。もう、同志だってやってないから、そんなこと。こんなこと。同志だってちゃんと足をこうやって使ってんのかって。手なんか使ってないんだよ。でもみんな、なんだろうね、YouTube とかそういうの見てると、みんな手使ってるように見えんだね。まあいいですよ。いずれにしても手を使わないように。ね。じゃあ、押す癖、みんな癖ついてるんだよ、また。本当はやめて、こうやってもう押したって、彼はサービス受け身で受け身取ってくれるかな、そういう練習してるのか知らないけど、行かないんだから、こうやって腕やったって、これ、だからサービス受け身じゃないの、だから、体、やめたよって、それだから体で見るよ、体で場所を盗むの。な手で押し倒すんじゃないの。重心をもらうの。彼の重心で、彼行き場なくなっちゃったから倒れちゃったの。そういうふうにやりたいのね。じゃあいいよ。今度さ、これやめて、やめるのに、こっちも、こっち入る。そうそう、やめるんだ。やめる。この押すのやめて、押すのやめて、押すのやめ。押すのやめて、こっち見て。そうそう。位置だけの違い。こう来たの場所もらったでしょ、さっきね。手で出てきたのをやめちゃうの。やめちゃって、ほら。やめちゃうの。ここやめちゃうの。やめちゃって場所だけ。石だ。場所だけもらうの。場所だ。場所。二つあるの。これね。こっち側に。僕が入ったのはこの手嫌だね、嫌だけどちょっと待っててもらって、でこうに入ったの、こういいよ、いや、それと、だから、こっちもあるの、こっちに入ってくれば、今の形、違う形、僕はこっち入ったで、この途中、例えばこの手嫌なんだよね、嫌な手。この手やなのね、膝やなのね。だからこうに持ってきて、でこうに入ったら腰投げなの。この手防ぎながらこうに腰投げ。でこうやってやったら腰投げなのね。腰乗せるといいんだけどね。まあそういう話。それが抜けてきたら、こう手、これ大事だからこれね。これ忘れてこう入っちゃったらやられちゃうんだ、こうやって。だから本当はこれ、膝。こうね、来てるのをこうやって、そしてこう、じゃあ終わりましょうか、ね、終わり、じゃあ最後のその腰投げでもいいや、だからまあ好きにやって、ちょっと5分ぐらいね、楽しくやるのが一番コツですからね、途中でやめちゃう人いるんですけど、途中でやめない、楽しくないとやめちゃうから、楽しく。お互いにね、楽しい、ああ面白かった、また来ようって、それがね、大事なんですよね。あ、つまんなかった、もう来んねやのってなっちゃうからね、じゃないとね、まあそういう話です。じゃあ終わりましょう。